ソニックも、今年で31年になりまして、これまであの 2D のクラシックソニックとあと 3D のモダンソニックと、2つのシリーズで、この30年やってきましたけども、これからの、ソニックを、作るにあたって、今までの 3D ソニックとは違う新しいチャレンジをして、より自由度の高い 3D アクションを作ろうという、目標のもとにこのプロジェクトがスタートしました。そうですね、最初にソニックフォースを作り終わった後に、次のソニックをどうするかっていう、ブレインストーミングをしてたんですけども、やっぱり今までの従来のリニアなあの 3D ソニックのゲームですと、やっぱりどうしてもその進化に幅がないというか、もうあの皆さんの見たことあるゲーム内容にしかやっぱり作り変えることができないということで、このリニアなゲームプレイをどう変えていくかっていうところが一番プロジェクトの初期に、チームメンバーと一緒に、話し合ったところですね。先ほどお話ししましたように、このプロジェクトの、アイディアの、要因はリニアなソニックゲームをいかにこう自由度の高いアクションゲームにするかっていうところがスタート地点なので、いわゆるあのオープンワールドのアクションアドベンチャーゲームとはあの起点が違うんですね。なのでベースとしてはソニックの 3D アクションゲームをいかにあの自由度の高いものにするかっていうところで、我々の考えたのがこのオープンゾーンという新しい、ゲームシステムです。オープンワールドの、ゼルダとかその他の、AAA の、オープンワールドゲームっていうのは、基本その世界をあの RPG とかアドベンチャーでオープンワールドっていうのを味付けしたゲームだと思うんですけども、このソニックの場合は 3D アクションゲームがコアであって、でそれをオープンなスペースで行うっていうところが、アイディアの起点なので、そういったゲームとはちょっとあのアプローチの仕方が、オープンな世界に対するアプローチの仕方が違うというところが、大きな特徴ですね。オープンゾーンの島では、いろんなものを見つけたり、そこにソニックらしい 3D アクションが楽しめる部分もあるんですけども、これとは別にもう一つ、ソニックらしい、従来のソニックらしい、リニアなハイスピードアクションを楽しむステージを用意してまして、こちらはあの従来の、モダンソニックシリーズの 3D アクションが好きな方たちが、楽しめるように、今までのテクニックや今までのアクションを駆使して、進むアクションゲーム、この、オープンゾーンと、従来の 3D アクションを、一つの島にこう一つに混ぜさせることで、従来よりも幅のある 3D アクションを楽しんでもらえればと思っています。島で探索することが、このソニックフロンティアの楽しみの一つなんですけども、3D アクションをしたり、その島を探索して何を発見するかというところですね。でこの島にはソニックフロンティアには、さまざまな、仕掛けが島の中にしてありまして、その一つがこのパズルの謎解きの部分ですね。こちらはアクションゲームのテクニックを使うものもあれば、頭を使うものもあるという感じで、さまざまなこう遊びをそのパズルの中に入れ込むことによって、この島をこう一つ一つこうアンロック、エリアをアンロックしていって、遊べるエリアを広げるという、そういう楽しみがあります。今回のソニックフロンティアは、グラフィックの見た目も従来のソニックシリーズとは、断然違う、リアルな雰囲気を持っていると思うんですけども、ストーリーにしても、いわゆるソニックのゲームというのは、悪いことが起こった、なんとかしようっていうふうに、すごくダイレクトにお客さんに何をしなきゃいけないか、何をするストーリーなのかっていうのが分かりやすく表現してたんですけども、今回のソニックフロンティアに関しては、この島にたどり着いたソニックが一体何をすればいいのか、何をすれば友達を助けられるのか、そういういろんな疑問に対してお客さんもソニックも一緒になって島を探してそれを見つけ出すっていうところが、このソニックフロンティアのテーマなんですね。なのでサウンドトラックに関しても、いわゆるそのステージに合ったテンポのいい楽曲というよりは、そのミステリアスな島の雰囲気を盛り上げる楽曲ということにフォーカスして作っています。
今回は先ほども少しお話ししましたけど、ミステリアスな島というところが、まあ、一つのこのソニックフロンティアの大きな舞台なんですね。なのでそのミステリアスな雰囲気を演出するためのグラフィックをうちのアーティストは心がけてます。まあ、本当に30年前からソニックのことを好きだった方はもうすごい大人になってるし、まあ、若い映画とかで新しく入った若いファンの方もいると思うんですけども、まあ、これからのソニックブランドっていうのはやはりその若い子から大人まで両方をこれからもゲームタイトルやその他メディアでフォローしていきたいと思っています。まあ、そのための今回のタイトル陣ですけども、まず6月にソニックオリジンズが出ます。これはまさしく昔遊んだソニックを遊んだ方から新しくソニックをこれから始めようという方までまさに最適な、まあ、ソニックのオリジンズとなる、ゲームタイトルですね。でそれから今回のソニックフロンティアのようにもう 3D ソニックを遊び尽くした方にもがさらに新しい驚きが発見できるような新しいタイトルっていうのも作り続けていきますので、まあ、これからそういうふうにタイトルごとに、ターゲット層を分けて、これからもソニックファンの方に作品を届けていきたいなと思っています。まあ、もちろん私は過去のインタビューでも答えたことはあるんですけども、まあ、ソニックアドベンチャーシリーズを、まあ、いつか継続させたいという思いはあります。で、まあ、ソニックアドベンチャーでもアドベンチャーフィールドという、まあ、小さなオープンなスペースがありましたけども、まあ、そういった技術も、まあ、今回のフロンティアにこう生かされてきているのかなと。なので、まあ、次のタイトルのことはまだ考えてないですけども、まあ、このソニックフロンティア の技術を使って、まあ、ソニックアドベンチャーシリーズをまだできたらいいなとは個人的には思っています。